ーの荒野しゃべらないとスタート初めて会いましたね。やった、初めて会いました合わせてあげました、合わせてくれました、はい、ということで皆さんこんばんは。引き続き私中山聖佳がお送りします。改めてここでは他では知ることができない戦隊の秘密を明らかにしていきます。今回我々にはそれぞれ役割がございますので紹介していきますね。はい、まず私中山は司令官として荒野しゃべらないとの指揮をします。そして V3 さん、はい、V3 さんにはスナイパーとしてそのキーパーソンの方に照準を定め視聴者の皆様のためにインタビューをしていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。最後に仏さん、仏さんにはスカウトとして様々な角度からの分析を行っていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、選手間の絆を確かめるために以心伝心ゲームを行いましたよね。はい、はい、今週も同じくその以心伝心ゲームを行っていきます。はいはい、今回はフェーネルホーネットからエリ選手、カボチ選手を迎えてお送りいたします。大丈夫ですか？昨日深夜まで深夜までディスコードに集まってオンラインカジノやってましたけどすごいことしてるカジノしてるんだちゃんと来てくれるかな。おっさんでね、おっさんですよ本当に本当におっさんですよね。おっさんですよ。え、何歳ですか？20だけど、20だけどなんかおっ、そうですね、混ぜてるというか、混ぜてる、そう混ぜてる、マジで、釣りとか趣味が釣りとかですから、大人っぽいですね。はい、はい、この二人オンラインでのご参加になりますがご了承ください。はい、それではお二人よろしくお願いします。聞こえますか？聞こえます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何もっとはっきりお願いしますわよろしくお願いします。鬼教官が鬼教官に挟まれてしまいましたね。はい、はい、ありがとうございます。それではこの後の内容について V3 さんご説明をお願いします。はい、かしこまりました。参加するお二人には2人1組で問題に回答していただきます。クイズを10問出題して2人の回答が合うように答えてください。同時に答えていただいて同じ回答ができたらポイントが入ります。出題する10問は選択肢がないので、相手がどう答えるかを予想して回答してください。1ヶ月間最もポイントを獲得したチームの2人には特殊称号が与えられます。この称号が10月以降の試合中のテロップに表示されますので、皆さん正解できるように頑張ってください。うん、はい、ありがとうございます。はい、ではまずテスト問題として V3 さんと仏さんにクイズを出題します。はい、同じ回答ができるように答えてください。はい、お二人簡単ですねこの問題。うん、はい、この問題簡単ですね。はい、お二人への問題いきます。はい、ホーネットの中で一番やらかす選手は誰でしょうか。はい、もう決まりました、決まりました、決まりましたせーのでお願いします。せーので早いですね。はい、じゃあいきますよ。せーの、ラリ。はい、ラリ揃っても迷いなくラリ選手。ちょろいこれはちょろいな。はい、フェンネ、ね、もうホーネットどころかもうフェンネル全体で一番やばい、一番問題児じゃん。そんなやらかしてるんですか。そうです、やらかしてるというかちょっとね問題児なんですよ。問題児ですね。何してるんだろう、ね、ラリ君。いや、ちょっとわかんないっすね。わかんないっす。そうですね、でもやらかしてもやらかしてもフェンネルに居続けるラリ君なんで、うん、本当に可愛、はい、いやらかしですか。でも全然全然可愛くない、陰湿なやらかしです。陰湿なやらかし本当に全然だいぶ怒られてますから。そうですね、はい、問題児のラリさん。はい、ありがとうございます。このように回答していきますのでお二人もお願いします。はい、ではラリさんとカボチさんにクイズを出していきます。よろしくお願いしますね。はい、大丈夫ですか、準備できてますか。準備の方は、はい、バッチシです。大丈夫ですか。はい、2人ともバッチシ、はい、ね、回答を合わせないといけなくて、うん、仏が出題するので僕が、もう考え OK が効くので、うん、それでせーのっていうタイミングで、同じ回答をしていただく。まあどちらかに合わせに行った方がいいね。うん、あのこれに関してはその問題によって どっちに合わせた方がいいか多分変わってくると思うんで、うん、まあ合わせに行くような、多分かぼちがほとんど合わせに行くようになるかな。ラリー自由奔放なんで、うん、はい、そうですね、はいはい、ありがとうございます。はい、そしてここからは仏さんお願いします。はい、わかりました。はい、ということでね、早速1問目に参りましょう。大丈夫ですかね。ということで1問目はこちらになります。ラリがプレー中に一番言う言葉は何でしょうか、ということでラリ選手は自分自身のことなんで気づいてると思いますけども、どうですかお二人、この質問に関しては簡単ですか難しいですか。うわー、
まあ、だいぶ結構難しくない？だいぶ難しいと思う。結構ラリーいろんな言葉発するからな。そう、めちゃくちゃ喋ってるからな。ね、うん、いやむずどこで合わせに行くのかが重要だよね。どうだ、でも何言ってっかな、何も思い浮かばないけど、何だろうね、何言ってればそうだね、何言ってるか分かんないだって。お前の発言で俺何回お前ケツ拭いたと思ってんだ。いやちょっと分かんないです。はい、ということで大丈夫そうですか、答えれますか。俺はいける、もう決まりました。ラリーはいける、すごい。俺言われても困るもん、なんか思い出すな、難しいな。じゃあいいですか、ラリー選手、カブチ選手。はい、はいはい、じゃあせーの、ごめん、ラインよりかぼちごめんね、ごめんはめっちゃ言ってるから。確かに、いやこれは言うけど、かぼち今なんつった、ラインよりかぼち、そう、こいつ、はい、こいつと俺恥ずかしかったけど、こいつアンチ寄ったら毎回アンチラインよりかぼちって言うんすよ。何それ、変わってるんですね、はい、最近の寄った時のその言葉は。確かにごめんだな、確かに、確かにごめん、それは一時期はあいつやった時ね、仏の名前を使ってましたけどね、本当に。もう使ってないの、もう使ってないんじゃないですか。あれもう賞味期限切れた、賞味期限、いやマジかよ、人の名前賞味期限にしちゃってる。ちなみに前なんて言ってたんですか、仏さんの名前使って。ヨッタマキシム、そうヨッタマキシム、ヨッタマキシム、ホッタって言うんですよ。そうそうで、それでヨッタマキシムっつってヨッタマキシム、うん、そう、ずっと自分のチームの代表のことをいじってましたからね。そうやって賞味期限短くね、短い、終わっちゃったんですね。短い、2ヶ月か3ヶ月ぐらいしか持ちませんでしたね。はい、いやー1問目不正解ですけど、カブチ選手大丈夫ですか。これラリー選手やばくないですか、カブチ選手と結構一緒にいるとは思うんですけど。俺10時間ぐらいいつも話してるはずなんやけどね。昨日も深夜までディスコにいましたもんね、フェンネル内戦が終わった後、うん、そうですね、はい、昨日も多分9時、はい、夜9時から朝の6時ぐらいまでずっと、彼女じゃん、彼女じゃん、本当に一緒に映画見てたりもしてたからな、本当に。そうね、はい、ホーネットメンバーとかね、そう、ホーネットメンバー、なんか深夜のあのゴール帯の時間帯終わって、大会が終わったら、はい、ディスコ集合っつって一緒に、あの同じ時間に合わせて映画を見出すっていう、そう、別々で映画を見出すっていう、そうそうそう、同じ映画を別々の端末にはなるんですけど、時間を合わせて見出すっていう、今日は何々の日ねみたいな言って、何それ、うん、そう、よくわかんない、そう、よくわかんない、なんかちょっとズレ生じそうですけどね、ズレ、それを本当にどうやって合わせるのかわかんないですけどね、うん、感想を言い合いたいのかな、はい、そう、多分なんか泣いたとか言ってました。感動する系の映画とか見て、ニノとか泣いたとか言ってましたから、マジで泣いたとか言ってましたからね、本当に何やってるのかわかんないですけど、仲良し、はい、ちょっとこういった問題がいっぱい出るんですけど大丈夫ですか、うん、いや、はい、なんか練習問題と違って難しいですね。練習問題ちょっとちょろすぎる、まあこれから結構大丈夫ですね、うん、結構簡単なものばっかかな、これはちょっと簡単になってくるかな、うん、はい、大丈夫そうですね、ここから、はい、ここから簡単です、はい、はい、じゃあ行きましょうか、2問目、はい、ということで2問目になります。2問目はこちら、ホーネットの中で総合的に一番うまいと思う選手は誰ですかということで、いやこれはもう決まってるよ、はい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 、もう一人しかおらん、どうですかかぼちさんは。あ、大丈夫です、大丈夫ですか、ですか、もうじゃあ、はい、回答していただきましょう、せーの、ラリフォロワお、なんでや、ラリはない、ラリはボケに行きましたよ、彼は、ラリ選手ではやっぱりどういったところが自分と思ったんですかね、うん、全部ですね、全部確かに、え、最近クソうまい、でも総合的に一番うまいと思って、これね、あの SNS の立ち回りとかもうまくなきゃいけないんで、うん、大きくマイナスされます、大きくマイナス、ね、SNS の、うん、あのプレー面で、80ぐらい言ってたとしても、SNS の面で100ぐらいマイナスされますから、あらマイナス20、それは無理だ、大丈夫ですか。じゃあ川内選手、コロア選手を選んだ理由とかあるんですか。フォロワーは結構、まあ、今日のスーパープレー、スーパープレー、そうですね、今日も結構7キルもして、うん、まあ、よく暴れてくれてるんで、うんうん、まあ、総合的に見ても、まあ、フォロワーの火力が一番かなって思いましたね。ちなみにですけども、うん、ホーネットの中でラリーは何番目ぐらいになりますか、カブチ選手。あ、でもラリーなー、
一番いいけどな。まあ日によるまあ日によっては多分下争いしてるけど、最近はめちゃくちゃ結構1、2争いもしてると思います。おお、だってラリーどう思う？いや常に1位のイメージだったけどな、自分の中で。イキリお前はそういうキャラじゃねえんだよお前。イキリじゃないんだよお前は。でも一応ラリー選手 KWA のキルランキング上位に名を連ねてますよね。らしいっす。らしいっす。らしいっすということで、はいはい、当たり前アピールしてるけど久々に見るけどね。いや本当にね。なんかでもなんかこの後なんか一いつも日曜日出てるスクワットリーグ戦のキルランキング見ましたけど、コロア選手しか上位にいない。僕は、スクワットリーグ戦1位を取らないと翌月は出さないと言いましたよね。大丈夫ですか今月？まああと2週ぐらいしかないんじゃないの？ちょっと不安になってきてますよ。大丈夫ですかね。来月出れないですからね。今月1位に取らないとスクワットリーグ戦なんて出させませんよ僕は。はい、ちょっと鬼教官が怖い。だってカボチってカボチに振られた。カボチ振られた。はい、ということで、うん、3問目いきますか。いきましょう、はい、ということで3問目になります。こちらです。リビングで荒野行動をプレイしている選手は誰ですかということで、これも簡単ですね。簡単ですね。まあ、もうこれ一人しかいないですかね、はい、うん、ちなみに V3 は今までどこでやってました？今はまあ普通に、はい、まあ、自分の家だと思うんですけど。そうですね、まあ、こっちに越してくる前まで。え、こっちに越してくる前までは俺もリビングでやってました。あ、そうなんですね、はい、はい、多分俺が多分荒野界隈で誰も一番に、うん、やんないでしょってとこでやってた。え、どこだろう。ウォークインクローゼット。クローゼットの中で？めっちゃ狭いとこでやってた。そう、クソ暑いって言ってたもん。そう。え、それはなんでなんですか？え、一番防音だから。あ、ちょうど妹がなんか受験期で上な声響いちゃうからいろんなとこでやった。あと PC 置ける場所がなかったっていうのもあって、なんかそう本当にすごいやばいとこでやってた。一回写真上げてたよね多分。その PC 机置いて、うん、ウォークインクローゼットでやってるみたいな一番やばいとこでやってました。でもその前はアメリカにいた時はリビングだったんで、でも基本的にはまあみんなと一緒。ウォークインクローゼット、すごいな。ウォークインクローゼットなんか物置みたいな、物置部屋みたいな、ちょっと狭い。ほんとこんぐらいのスペースしかないです、うん、ちなみに。机と PC しか置いてある。ほんとこんな感じですよ、うん、でここにこうやってやって、うん、でここもマジこんぐらいのスペース。じゃあちょっと暴れたらぶつけますよね腕とか。いやでもあんまり物に当たることなかったんで。そうですね。叫ぶことはあっても当たることはなかったみたいな。熱いのだけきつかった。ちなみにこれは当てれるでしょさすがに、うん、まだ 余裕ですね、1個も取ってないですからね。そうです、さすがにここはね、うん、さすがに当てに行かないと。じゃあ回答いいですか。はいはい、はい、じゃあせーの、ラリー。はい、ラリーということでこれは分かりましたね。そうですね、はい、まあ、リビングプレイヤーって言葉を作ったのがラリーですね。リビングプレイヤー、そう、リビングプレイヤー。本当にね、昼間とか彼配信してるんですけど、はい、お母さんが、飯を作ってる肉を焼く音とか入ってくるんですよ、音声に。すごい入ってくるし、あの皿を洗ってる音とかも聞こえたりするんです。そう、生活音がね、本当にね、すごい。ちなみにカボチ選手どこでプレイしてるんですか、いつも？僕は一日の15時間ぐらいベッドから出ないんで。くさそう、汗ついてるよ。ちゃんと洗っとけよベッド、記念しとけよお前。はい、記念してきます今日。ラリ選手はリビングでプレーしだして何年ぐらいになるんですか？10年目とかですかね。10年目嘘つけ。10年って荒野行動、他のゲーム、他のゲーム、あ、そうですね、他のゲーム回せると10年ぐらい。そうですね。もうリビング占領してますよねラリー選手。あ、もう全部ポジショニング完了しましたね。ポジショニング意識はね、やっぱり意識が高いんでね、ホーネットはポジショニング意識、そういった部分でも、うん、机の上もね、本当に PC が置いてある。リビングの机ですよ、家族で使うところですよ。全部 PC が置かれてるんですよ。ご飯のタイミングとか被らないですかね。ご飯用の机はあるの？そうですね、親が、はいね、はい、使ってます、親が使ってますということで、はい、本当にね、リビングプレイヤー、リビングプレイヤーなかなかこういった言葉は生まれないですから。生まれないです、リビングプレイヤーなんて一番しっくりきました、うん、はい、はい、ということで、うん、次は4問目ですかね。はい、はいはい、ということで4問目はこちらです。大会が終わった後すぐにやることは何ですかということで、うん、これはわかるだろさすがに。だって大会終わった後やること一つしかねえもん。やること一つしかないもん、大会が終わった後。大会、あ、1試合ごとですか？いや違う違う違う、全部が終わった後にやることなの。え、これヒントじゃないですか？
ウィスリーさんが言ってる、うん、さすがにこれはね分かるでしょう。何してっけな、ちょっと何してるかな。大会終わった後何をやってる君たちは。まあ、僕は、まあ、いつもと正直に言っていいんですよね、僕がいつもやってるから。はい、正直に。ああ、はい、うん、じゃあかぼちゃ OK？ はい、大丈夫です僕は、はい、やばい、自信ない、マジで自信ない。ダリ選手大丈夫ですか。これは絶対外す。これは合わせに行かないといけませんよ、かぼち選手に分かってるっつってるんで。うん、あーもうこれしかないな。じゃあもうこれしかない、いきます。はい、はい、じゃあ行きましょう、せーの、反省会。はい、2人とも反省会。反省会って言ってますね。はい、反省会ね。すごい、トイレだろ普通。うん、いやトイレトイレやんか。でも試合中でも行ったりするんで、ちょっとトイレ行ってくるみたいな。俺絶対トイレなんだけど、トイレか、俺が競技選手やってた時は家系ラーメン速攻食いに行く。ラーメン食べに行く。家系ラーメン大好き。1時に閉まるんで勝負なんですよね、はい、勝負。あ、じゃあまた違う勝負だ。次の大会が1時間後から始まるから、うんうん、チャリで20分ぐらいのところでバッて、はい、バッて帰ってきて忙しい。エネルギーかな。エネルギーを、はい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 、もう速攻やってましたね、うん、これに関してはね、良かったですね、反省会。反省会してんの、大会終わった後。大会終わった後は多分おのおので話し合ってますよね。あ、そういうことね、はい、うんうん、俺はでも、ね、はい、反省会じゃなくて、俺は多分全部の大会が終わった後であれば、最近であればカスタムが出てくると思ったんですよ。そうですね、いやでもその前にやっぱりトイレだよ、うん、あ、トイレなんですか。トイレ押すな。絶対トイレ。うん、いやということで、ほぼ正解ですからね、はいはい、まあ、4問中2問正解してます、はい、そうですね、いいですね。いや、いいペースですよ、うん、はい、ということでじゃあ次は5問目いきましょう。そうですね、5問目はこちらになります。チームとして強くなるために誰の指導を受けたいですかということで、はい、これはボケチャンス、ね、うん、ボケチャンスですね。来ました、クリスティアーノ・ロナウドとかね、はい、出てきますよ。もう出ちゃいました、出ちゃいました、クリスティアーノ・ロナウド。ペッペがいい、出されました。腹立つのりとかね、出てきちゃいますけど、それはどこで合わせに行くのか。モウリーニョがいいとかね、難しいこれ、はい、ありますよ、全然何でも。サッカー選手いろいろ出されちゃいましたね、残念ながら。大丈夫ですか。どうしたらいいん。どうしたらいいって言われてますよ。そういうところですよ、ホーネット。いや楽しみだな、これはちょっと。マンティスだったら多分すぐ出すな、これは。うん、強くなるために誰の指導を受けたいか、うんうん、ちなみに何か、中山さんとかは誰かから、うん、もしゲームを強くなるために指導を受けられるとしたら誰から指導を受けられますか。受けたいとかいますか。V3 さんですか。俺ですか。はい、俺教えれないですよ。でお気に入りましたね。いやいや、お気に入りましたよ、本当に。大会とかのやつは V3 さんかな、うん、技術面は教えれないですよ、本当に。技術面だと難しいですね、はい、これ、はい、そうですね、うん、どうですか、決まりました二人。俺はこの人かな。この人。おじゃあラリがこの人って思う人は、かぼちさすがにね、1日10時間も一緒にいるわけだから、親の声より聞いてるわけですから、本当に。もちろん、うん、合わせられますか。はい、いけますね。じゃあ行きましょう、はい、せーの、ラスさん。遠藤さん。どこ行くの。ラスさん、俺さ、ラスさんと遠藤さん。もういや俺さ、まあ、すんごいお気に入ったと思う、うんうん、ガチの、うん、いやお気に入った。それはラリがラスで、うんうん、別のゲームの人です。別のゲームの人です。そういうなんかね、危ないグレーゾーンもやめてください、本当に。やめてください、お前はさ。本当に毎回そう、ゲームで出したら俺は終わりだからな、本当に。本当にそれ次でカボチが遠藤さんと、うん、うちの会長。会長。遠藤さん。はい。だって強くなるために遠藤さんから指導を受けてどうするんだよ。そうですね、どういうところを指導を受けたんですか、かぼちさんは、うん、チームとしてなんで、はい、まあ、こうやって面っていうよりはちょっと、はい、感情的にやっぱチームの連携力として、はいはいはい、真面目かい、真面目に答えてる。結構しかも当たってるから、あの人、うん、チームマネジメント鬼だから、ね、本当に鬼です。最強っすごいよね、チームマネジメント。何か問題あればあの人に任せとけば大体解決策を出してくれる。遠藤さんの信頼度高い。やばいです、あの人は神ですね、あの人は、はい、ビッグボスって言われてますから。ビッグボス。はい、ボスとビッグスモールボス。そう、スモールボスと、スモールボス、スモールボスと、ビッグボスって言われてますから。はい、ラリが何か問題を起こした時もとりあえずね、かぼち遠藤さん出しとけばな。そうですね、一番頼れる存在ですね。そうです。何か問題を起こしそうな時もラリに、お前遠藤さん呼んでいいっつったら大体やめます、うん、彼は。はい、はい、次の質問に行きましょうか、はい、ということで6問目はこちらになります。ホーネットの中で一番のいじられキャラは誰ですかということで、
これは分かるでしょう、うん、これは分かると思う、さすがに。どっちだろう、どっち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 、3人ぐらいおるんよな最近。3人、最近まあね、そうね、トライアウト受けてるメンバーもいるんでね。そうですね、多そうですよね。なんかディスコの名前が奴隷になってましたけど。あー、ベンチャーか。はいはいはい。ディスコの名前変えるの一人しかいないんだよな。だってリザルト出させてんでしょ、あいつに。リザルトだ、こちら最低ですよね、ほんとに。トライアウトの選手に結果提出しろっつってやらせてますから、うん、本当に最低ですよ。はい、ということで大丈夫そうですか、答えれますか、うん、はいはい、答えました。ということで、じゃあ、答えてもらいましょう、せーの、ニノさん、はぁ、合わなかった、合わなかった、カボチャ自称してましたね。そう、でも俺はカボチかと思った、結構俺はこっち来るかなと思って、うん、いや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 、ニノいじられてんの、ニノいじられてるというか、どうなんだ、ニノなんかいじりというよりあんまりいじない。でも最近で言ったらなんかラリが個人的にいじってるよね、わざとあのニノの滑らない話とか言ってさ、ショート動画出してさ、くっそおもんない滑りまくってる動画を出して、ニノに悪影響しかない、本当にディスブランディングしかない YouTube で、そう YouTube で4分ぐらいの動画を出してるんだけど、やってますね、あれ出された側結構しんどいぞ、あいつのなんか、ね、それ、そう失恋話とかしてるんだけど、もう本当にオチがなくて長々と4分ぐらい続くんですよ。でいきなり終わるんですよ、うん、それをこれ、ね、ラリが出してるんで、本当にラリが個人的にいじってるんじゃないかな、個人的にいじってますね、それは、本当にね、はい、ということで7問目に移ります、はい、試合中に、あ、こちらですね、7問目、はい、はい、試合中に猫の鳴き声がする選手は誰でしょうか、猫の鳴き声する選手いるんですか、いやー、まあいつだ、うん、すぐですね、これはこれは分かるでしょう、はい、じゃあ行きましょう、回答していただきます、せーの、ラリ、はい、ということで、ここはね、うん、ラリ選手がね、ルビーちゃんでしたっけ、はい、はい、ルビーちゃん、本当にね、猫がね、うん、いつもうろちょろしてるということで、時々すごい叫び声しますけどね、どういう叫び、なんか踏んづけられたみたいな、どうなんですかね、いやいや、これアウトだよ、動物愛護団体出てきますから、本当にアウトだよ、やってないよ、本当に冗談ですけど、冗談ですけど全くありません、うん、PC、ラリがプレイしてる机の上を横切ったりするみたいな、猫がね、失言が足りませんね、失言が足りない、失言が足りない、もうちょっと出してほしいと、猫ちゃん、いやどうですか、最近でも聞こえてくるんですか、川淵選手は一緒にやってて、でも最近は結構聞こえてこないですね、うん、あ、静かなんですね、あ、静かなんだ、そうですね、結構手厚くしつけしてるんかなっていう、手厚くしつけ、手厚く手厚く、はい、ラリ選手その点どうなんですか、いや、どうなん、でもなんか寄っては来るっすよ、はいはい、寄っては来るんだ、はいはいはい、追い払いますけど、あ、追い払うんですね、ピリついてる時にね、はい、来られるとまあうざいよ、来るなってなるんで、おたけもね、前のあれでは猫がね、はい、入ってきて、俺も喜ぶけど、あ、でもパソコンの上に乗られる、はい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 、でキーボードも、キーボードなんかめっちゃ押されるんで、それも最悪ですよね、しかも試合中でもう手つけられるんで、おいおいおいってなかわいい、止められないですね、という時はありますね、はい、はい、ということで次の質問いきましょう、はい、ということで8問目はこちらになります、仏に対するイメージを一つの単語で教えてくださいということで、まあ、ちょっと難しそうですね、一つの単語、一つの単語か、はい、いや俺はもうこれしかないけど、どうする、一文字でいく、どうする、一文字の方がいい、一文字、一文字でもまあまあまあ、一文字の方が当てやすくないか、結構ここは何文字かにしちゃうと結構そこ合わない感じが出てくると思うけど、一文字、一文字、イメージだ、仏に対するイメージを一文字で表す、俺はこれしかないけどな、はい、正直、うん、大丈夫ですか、カボチ選手、カボチとやってなかったから俺、ああそうですよね、じゃあわかんねえかでも見てるでしょ、カボチ仏のこと配信とか、はい、見てました、配信とても見てました、そう、やっぱり元々どこだったん、カボチは、フゼロかな、はいはい、フゼロとか、フゼロ ANG、はいはい、フゼロってどうやって書くんだっけ、なんて書くんだっけ、あー、伏せるゼロ、ゼロ、はいはいはい、漢字のゼロ、はい、いけますか、合わせれますか、カボチ選手、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう、回答していただきます、せーの、鬼、怒る、あ、俺は鬼って言うと思った、鬼って言うと思った、ちょっと今回のコンテンツ的に鬼が多かったからね、うん、でも別に鬼、まあラリーは鬼だと思うけど、うん、
確か怒るも怒るだね、うん、言われてみれば、まあ、って言ってもね、かぼちゃはねそんなあれだしね、うん、やっぱり本当に丸くなった時に仏と思う、そうな、うん、そうです、鬼ってイメージはないだろうね、そう全然自分でさ、俺何にもやってないし、かぼちに、うん、何もやってない本当に一文字じゃなかったら無茶ぶりって言おうとしてたんですけど、ね、確かにありますね、それは俺もそれは答えると思う、無茶ぶり乗り越えてこそ一流だから、いやすごいですよ本当に、ウィズリーさんも被害に遭ってたもん、この前俺被害に遭うんですよ、めちゃくちゃ被害に遭ってます、やっぱりの準備しといてほしいですよね、はい、全部集中して、はい、ということで続いて、はい、残りは2問となりますけど、うん、ということで、はい、9問目になります、こちらです、これ難しいな、荒野行動のテーマソングで一番好きな曲はということで、はい、知ってますかね、荒野行動のテーマ、まず曲名は分からないと思うんで、シーズン何の曲とかでも大丈夫です、え待って名前シーズンまで言ってないから、あー分かります、俺あれしか知らんのよな、はい、うん、ここは出しちゃいけないですけど、出しちゃいけないですけど、はい、だってあれ何て名前だ、曲名じゃなくてもいいですよ、誰が歌ってたとかでも大丈夫、あーはい、はい、あー OK です、じゃあ OK です、うん、じゃあいきましょう、回答していただきます、せーの、ペコスさんが歌ってたやつです、合ってた今、カボチになってた、フラワーって読んだから、フラワー外れてますよね、これ外れてますね、合ってないですよ ね, 違いますね、合ってないですよね、それじゃないです、なんで曲名で答え出すの、こいついきなり、曲名フラワーなんだ、あります確か、ありますよね、確か曲名でどっかのシーズンでありましたよね、多分ありましたよね、シーズン13のシーズン13の、結構マニアックじゃん、わかんねー、なんでシーズン13で覚えてんだよ、すごいないや、でもこれはラリに合わせに行くべきだったな、ですね、ちょっと個性出しすぎですね、はい、個性出しすぎ、ちょっと自分はマニアックですよみたいな感じを出してきた、本当に荒野行動好きだからな、チームプレーに徹してほしいとこですよ、はい、どっちもいい曲ですからね、はいはい、ということで次が最後の質問になります、はい、10問目はこちら、ホーネットの中で一番いい声で話すのは誰ですかということで、うん、いい声、いや誰一人いないですよ、そうです、全員ひどいです、難しいです、うわいい声、一人しかおらんべ、ラリはなんか自分のこと言いそうですけど、自分のこと言いそうだな、フラグ立ってる、うん、大丈夫ですか、カボチ選手、はい、いけますか、はい、じゃあいきましょう、はい、回答していただきます、せーの、ラリさんネムさんとラリって言って、俺結構カボチかなって思ったんだけど、俺もカボチだと思った、なんか大人のダンディーな声で、カボチはありがとうございます、なんかキャラクターと多分ビジュアルが邪魔してるんでしょうね、それはディスってる、それはディスってるよ、うん、はい、それはディスってるよ、普通にディスってますですけど、なんか普通に声だけで言うと普通カボチが一番いい声してるなっていうイメージが僕はありましたけど、うん、そうですね、声で言うと本当にホーネットってどちらかというとなんかショタ系の声が多いから、そうですね、その中で大人っぽい本当に声がやっぱりカボチ、なんか高専念な気がする、うん、はい、ありがとうございます、うん、声にも出ちゃってすいません、本当声に出ちゃってすいません、はい、そうですね、まあ高青年っぽいよね、本当に喋り方とかもね、高青年っぽいですからね、うん、はい、ぽい、ぽい、彼普段ね、普段講師をしてますから、あ、そうなんの、はい、塾、あ、そうなんだ、はい、塾の講師、そうです、講師、そうだから、本当にここを言ったなんか柔らかい喋り方というか、子供できたら絶対行かせたくないということで、かぼち選手、子供できたらもうあれだね、家庭教師になるか、おどけの、はい、やだやだ、絶対やだ、もう行きますね、絶対成績良くなんねえ、もう絶対やだよはい、ということで、うん、いや、10問中3問、はい、ということで、そうですね、3問正解したので、はい、正解ですね、ポイントは3ポイントということになるんですかね、いやー、これ足りないんじゃないですか、全然少ないですか少ねえな、はい、そして、まあ、過去ですと、マンティスとゼノが6ポイントずつということで、はい、あれ、ちょっと低いかも、はい、大丈夫ですか、今月過去最高ポイントですね、はい、この2人もうそろそろコンビ解消するんじゃないですか、うん、大丈夫ですかいや、今日から20時間やね、1日時間を増えた増えた、寝落ちが含まれるようになって、寝落ち電話込み、寝落ち電話が含まれるようになりますよ、はい、お二人は問題やってみていかがでしたか、うん、いや難しいですね、難しかった、カボが悪いです、カボが悪い、あ、俺が暴れちゃった、合わせに行かなきゃいけなかったまあね、ラリは自由なんで、本当にね、うん、そうここをどう合わせに行くかがね、うん、鬼門でしたけどね、はい、2人とも個性が強かったですね、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。特殊称号がもらえるかは来週以降の結果を楽しみにしてください、うん、ご出演いただいたお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いろんな、ね、問題ありましたけど、はい、どうでしたか、はい、今回の。ですね、面白かったですね。面白かった、はい、うん、本当にこういう企画面白いですよね、うん、なんかそのチームにスポットを当てられるというか、うん、そのチームの個性が出るというか、うん、そうなんです、うん、選手のことを結構プライベートな感じのこともリビングでやってたりとか知れて面白いですね、うんうん、すごい、はい、本当に知らない人からしたら全然知る機会にもなると思いますし、うん、ぜひね彼らの配信行ってあげてね、うん、まあうん、ぜひ見ていただければと思います。誰がイケボなのかそれで聞いてみて、そう、ね、聞いてもらえればカボチだな、カボチ選手なのかな、これに関しては、はいはいはい、ありがとうございます。今日の荒野しゃべらないとは以上になります。来週は9月25日土曜日、9月26日日曜日と土日で決勝戦を行います、うん、試合後の荒野しゃべらないともお楽しみに。それではさようなら、バイバイ、バイバイ。